瀬戸大橋通りは、香川県高松市の深海峡、北爪交差点から五東大橋東爪に至る、都市計画道路高松海岸線の愛称である。愛称の由来は、終点から、佐ぬ浜海道を経由することにより、瀬戸大橋境できた IC へ行けることによるもので、1988年1月28日に、制定された。 浜の町の大的箱線橋を瀬戸内町部分西町、赤根町部分瀬戸大橋通りは、いずれも、都市計画道路高松海岸線の一部である、高松市道屋島西町17号線、高松市道高松海岸2号線及び、高松市道高松海岸線の全線並びに、香川県道157号高松東、港線の一部に付けられた愛称で、 高松市北端である海岸沿いを東西に走る6、車線及び4車線の主要幹線道路である。終点の号東大橋東詰めからは、香川県道16号高松大越、堺出選別線となり、伊勢は、県道、市道区間が混在しながら、佐抜浜街道として、堺出市や丸亀市など、香川県における、主要沿岸部の都市を経由して、観音寺市へ至る。 豪東大橋東詰伊勢は、佐抜浜街道の愛称がついているが、東道路と一体化した連続した構造となっているため、また、伊東の東道路においても、瀬戸大橋通りの愛称があまり定着していないことや、最北沿岸部を重装するという共通の機能性から、地元メディア、県警資料などでも東道路を佐抜浜街道として扱う場合が多くなっている。なお、 道路標識においては、瀬戸大橋通りと、佐ぬ浜街道は、別物として扱われている。すなわち、瀬戸大橋通りの標示区間中に、佐ぬ浜街道の標識は存在しない。終点である里東大橋東詰めに、東道路の終了標識が存在し、それ、異性に、佐ぬ浜街道の標識が存在する。ただし、その後東大橋東鈴めには、 瀬戸大橋通りの終了標識はあるものの、異性愛称のさぬき浜街道の開始標識は存在しないため、さぬき浜街道自体の起点は非常に曖昧である。ちなみに、さぬき浜街道の境で北 IC 付近にあった、境で主導区間には、瀬戸大橋記念通りの街路標識がある。厚生道路路路線名あたり道路は、全線が、 都市計画道路に指定されており、指定名は一部構成指導名と同じく、高松海岸線。高松海岸線は東道路及び、香川県道16号高松大越、境出選別線の各前線からなる。1946年6月5日、戦災復興院国時第39号により指定。車線数、名称の変更などを除く。 最終決定日は1991年12月13日。最終告示は2004年5月17日の香川県、告示第354号。この都市計画道路の指定は、起点が新田町麻本村の香川県道272号、高松市土線との交点であるが、起点等道路までは未共用部分であるため、 未供用部分が完成すれば、東道路も香川県道272号、高松市戸線までつながることになる。ただし、予定地の大部分は住宅密集地であり、2014年4月の時点で工事の開始どころか、用地買収も多くが進んでいない。都市計画道路高松海岸線、ありがとうございます。